では、対談動画お願いしたいんですけど、自己紹介お願いします。はい、福島県いわき市の方で、整骨院を経営してます、草野です。よろしくお願いします。お願いします。草野先生はどれぐらいですか、開業されて。開業して4年半ぐらいですね。あ、結構長いですよね、ならね。今おいくつですか？今年28になります。あ、じゃあもうだいぶ若く開業されたんですね。はい、今ってこう単価とか予約枠ってどんな感じでされてるんですか？今は予約は1時間枠で単価は8800円っていう形でやってます。なるほどですね、なるほどですね。で、まあ、そんな感じでまあ経営されてるってことなんですけども、まあ、今回、ハイブリッドメソッド入っていただいて、まあ、成果が上がったってことなんですけども、大体どれぐらいまで売り上げって上がられたんですか？もともと保険診療の方をやってて、大体まあ行って80とか、はいはい、悪いと10ぐらいだったんですけど、うん、保険使わずに122万まで行きました。おー、いいっすね。でもスタートされたのって2022年の1月スタートですよね。1月スタートです。ね。じゃあこう入られる前って具体的にどんな悩みを持たれてたんですか？まあ、入る前の悩みとしては、今までその自費の治療をした時がなかったので、まあ、治療自体には自信があったんですけど、自費にして、まあ、地域的にも田舎の方なので高単価で来るのかなっていうところで、なかなか自費の方に移行できなくて、まあ、保険でずっとやってたっていうような形が悩みです。じゃあ開業した時は保険でされて、保険で経営をずっとしてたって感じですか？そうですね、開業の時は保険でずっと経営してたっていう感じ。じゃあ自費に移行したのっていつぐらいなんですか？自費移行したの1月ですね。あ、今年の1月から。そしたらなんかまあ入塾とともに自費で勝負したるわみたいな感じですか？そうですね、もう、はい。なかなかチャレンジャーですね。そうか。じゃあまあ今までとこう全く勝手の違う感じで1月から頑張られてるかなと思うんですけど、まあ、最近だったらまあ売り上げ100超えて120いってっていう形だと思うんですけど、大体新規ってどれぐらい来てるんですか？新規だと大体月平均で20人ぐらいは今は来てます。うわ、いいっすね。8800円で20人やったらめっちゃいいんじゃないかなって感じなんですけど、どういう作戦で攻めてそんだけ集めてるんですか？まあ、僕の地域は田舎の方なので、ポスティングとかやると結構時間的にも巻く枚数が少なくなっちゃうっていうのがあるので、もう一気に折り込みに入れてもらって、新聞折り込みで、結構な数入れてっていう風な形で今はやってます。今月も今この動画撮ってるのは11日なんですけど、あれですよね、月初めにドカーンって折り込みあって結構来ましたもんね。そうですね、8000部巻いて13人ぐらいは。めっちゃいいですよね。8000で13人やったらもうなんか毎日でも巻こうかなと思うかなと思うんですけど。でも先生、その折り込みってね、やっぱみんな多くの方がやってると思うんですけど、そこまでの反応って出てないと思うんですね。草野さんの中で折り込みするときってこんなことを意識してるんだよっていうのって何かあったりします？そうですね、僕が意識してるのは、まあ、僕も腰痛専門っていう形でやってるので、周りでも腰痛専門ってところ結構あるんですけど、その中でも僕は特に狭窄症っていう症状に絞ってやってるっていうような形で、腰痛だとこうどうしても幅が広すぎて、こう重症な人じゃないととか、そういうイメージが、金額がこう高くなるとあるんですけど、狭窄症とかにこう絞ると、まあ、比較的症状もこう重い方が多いので、まあ、狭窄症の人が全員こう来てくれるっていうような形ですね。じゃあこう織り込みで、まあ、本当に深い人を集めてるっていう感じですよね。はい。じゃあリピートも割と取れてる感じですか？そうですね、リピートもわりかしいい方かなと思います。だいたい2回目は何割ぐらいが来るとかってあります？その122万の月だと2回目は全員来ました。おう、めちゃすごいですね。どうやって洗脳してるんですか？きっとまあ見てくれてる人のほとんどが集客で困ってるかなと思うんで、まあ、一つこう狭窄症という感じで絞ってやってるっていう、ヒントが出たんですけど、他に何かあります？こういうところも意識してやったら反応いいよとか。
折り込みの方でっていうことです。そうです。チラシの作り方とかで何か草野さんの中で秘密があるんだったらちょっと教えてほしいなと。まあその多いの来る人で多いのがやっぱりその狭窄症の中でも症状のところを書く欄のところにこう引っかかってくる人が多くて、まあ、そこのところはもう実際に来た患者さんにどういう症状が出てるかっていうのを聞いてそれをそのままこう使ってるっていうような感じでチラシの方は作ってますね。なんかこう話を聞いてるともう最初から順調にチラシ当たったんかなと思うんですけど、実際どうなんです？最初からチラシはうまくいったんですか？そうですね、比較的うまくいってる方かなとは思うんですけど、最初、うん、一番初めに自費に変えた月が6000部を巻いて、まあ、12、3人ぐらいっていう形で、まあ、最初はその6000部1回だけだったので、うんうん、ここまでこう12人ぐらいで、まあ、リピートもそんなにっていうような形だった、うん、まあ、比較的そこまで売り上げが上がるっていう感じではなかったんですけど、2月3月から上がってきたっていうような形ですね。でもこうずっと保険でされてて自費でやるってやっぱり相当勇気がいったのかなと思うんですけど、なんかその覚悟を決めれた理由って何かあるんですか？何でしょうね、僕は結構比較的開業する時もそうなんですけど、もう何でもとりあえずやってみろっていう形でやってるので、まあ自費でみんなやってて成功してるっていう風な形を動画とかでも見たりしたので、まあ、だったら自分でもできるんじゃないかっていうのでもう変えちゃいましたね。なるほどですね、もう勢いですね。はい。じゃあこう数あるこんな経営マーケティングの講座って数あるたくさんあるじゃないですか。その中でもなぜハイブリッドを選ばれたんですか？そうですね、選んだ理由としては、まあ、あの対談動画とかっていうところで、まあ、売り上げが上がってる、実際に上がってるっていうのをこう見たりとか、まあ、あとはあの 75% 以上がっていうところで100万超えてるっていうのに惹かれて参加しようかなと思いました。もう実際それを見られた時ってほんまかいなみたいなんてなかったんですか？そうですね、なんか300万400万とか言ってるとかっていう人もいたので、まあ、本当なのかなっていうのは最初ありましたね。なるほどですね、まあ、そんな中でももう信じていこうという感じで来てくださったんですね。で実際こう参加してくださって確か4月ぐらいで100万超えたんでしたっけ？3月に3月。じゃあこう結構早い段階で超えられたのかなと思うんですけど、こう入塾するときってそんな短期間で100は行くもんだと思ってされてたんですか？半年ぐらいで行けばいいかなっていうような気持ちで参加しましたね。ほなだいぶこう早巻きで進んでますね。そうですね。でも最後に草野さん、今ねそうやってこう100万が予想よりも、倍ぐらい早く到達したかなと思うんですけど、今の目標金額ってどこ見てるんですか？とりあえず今の目標としては200万までは行きたいなっていうのはある。それどうですか、もう感覚、肌感覚でいけそうな感じなんですか？そうですね、今ちょっと単価とか時間とかっていうのも考えてるので200っていうところまではいけそうかなと思います。いやすげーですね。いやー本当に 75% あの証明してくれた一人になってもらえたので僕としてはすごいありがたいです。じゃ最後にこう動画見てくださってる、先生方に向けて何かこう変化するときこういったことを意識したらいいよっていう草野さんなりのアドバイスがあればいただきたいです。そうですね、僕もそうなんですけど、まあ、とりあえずやっぱりまずはやってみるっていうところですね。やってみないことには結果ってわからないと思うので、もう言われたことを素直に聞いてとりあえず試してみる、でそれを継続してみるっていうのが大事かなっていうのはあるので、まあ、そこだけできればいいんじゃないかなと思います。すごい真面目ですね。はい、でも本当にあの貴重なあのお話とお時間ありがとうございました。